どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。いやいや、秋になってまいりました。いかがお過ごしでしょうか。もうさ、年末感がちょっと出てきてるよね。そろそろ立てる予定がさ、忘年会ってどうする、やるやんないみたいな、あそういう感じに近づいてきちゃったからね。はいはい。なんか最近またね、盛り返してきてるみたいだからさ、とある事情が。あ、そうなんすか。第3波みたいなこと言ってるらしいですよ。へー。なので今年はまあ完全に12月もオンラインでやる感じなのかね。うん。まあそういう忘年会はどうすればいいですかみたいなね、お便りももらいましたけどね。あの人その後どうするのかっていうのはちょっと気になりますね。確かに確かに。そうだ、僕これ他で言ってないんですけど、あんまり言わない方がいいけど、ちょっと音声だけなんで言ってもいいから面白いかなと思って言っちゃうんですけど。うん。僕ね、ちょっと前に、濃厚接触者になりました。コロナ。面白くないです。隔離。面白いけどさ、笑ってはいけないよね。え、マジで？マジマジ。それつまり夏目さんがその感染した方とどっかで出会ってたっていうのがわかるってこと？そうそう、会食とか仕事で関わってた人がなって、うん、でごめんなさいなってましたっていう連絡来たら、保健所から連絡来て、うんうん、バチクソ、あなたは濃厚接触者です。あ、そうなんだ、うん、それはその感染した人の行動履歴により夏目さんは特定され、しっかりもう完全に保健所の方やってくるわけだ。そうそう、今やってこ、やってこないですよ。やってこないですけど、ドアバン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 ってくるわけじゃない。おい、こらっつって、コロスケ、こ、出ろ、コロスケ出てこい。そうそう。なんで豚ゴリラなんで。いや、コロナだし。はい。あ、そういうこと。あ、そっちか。わかりづれ。おい、コロスケ出てこいつ。そうなりよ、そうなりよ、つって。そう。と、今の人、キレレス大百科見てないかもしれないから、ちょっとこの辺にしといた方がいいと思うけど。今、ベンゾーさんの話とかしようとしたんですけど、うん、あんまり意味ないです。もう、ベンゾーさんはとりあえずいいわ。そう。で、うん、あんまりね、こういうのなったって人がいないので。こう、うん、ちょっと気になるわ、どういう手順なのか。そうそう、まず保健所の、なんだろう、鬼調整役の人がいて、多分病院との間に立ってるんですけど、うん、もうあなたは言われた通りにしてください、変なことしないでください、どこにも行かないでください、で、病院、症状ありますかありませんか、あるんだったらこっち、ないんだったらこの日にもうすぐここそれまで何もするなっつって、そこはちゃんとしなきゃ、それは当たり前、人としてなんで、でこの時にこう病院行ってくださいって言われて、で僕は新宿代々木の病院に行かされたんですけど、うん、もうなんか野戦病院みたいな、外でね、中とか入れずに、はいはい、外で、うん、ああそうなんだ、うん、で鼻の穴に割り箸みたいなの突っ込まれて、はい、それがあれ PCR 検査ってやつなんですか。そうそう、もう本当に痛い、もうそうなりよそうなりよって言ってもう本当に痛い、泣くかと。あ、痛いのあれ。めちゃくちゃ痛い。でも人によって痛くないって言ってた人たちもいたんですけど。インフルエンザとかでもあって、なんか鼻の中を粘膜取ってなんか検査したりするけど、ね。なんかね、僕の知り合い何人かね、全然痛くないよって言ってたんですけど、それみんな結構イケメンや美人が多くて、うん。多分ね、鼻が整ってるんですよ。あ、鼻筋が通ってる人は痛くないんだ。そう。そうか、そうか。じゃあ僕とかは割と大丈夫なのかもしれないね。そうですね。でも、なるみさん鼻詰まってそうだしな。まあ、毎日詰まってんだけど、ね。そうでゴリゴリやられて、でなんだっけな、実は結構昔のことなのでもう忘れちゃったんですけど、陽性だったら2日以内で、陽性じゃなかったら5日以内に郵送でみたいな感じで言われて、うんうん、でも2週間だっけな、14日間はもう完全に何もしないでください、もう一切外入れないでくれと。うん、なんだっけな、コンビニとか必要な、本当に死なないようにする以外は、うん、もう会社とかも行っちゃダメだし、当然人と会っちゃダメ。まあそれ日常だよね、二三つ目さんにとってはね、うん、割と、うん、平常運転、うん、いやー面白い経験をした。で結局なんともなかったんだ。うん、なんともない、その辺にご飯食べた人たちみんな一緒になっちゃったんですけど、全員なんともなかったんですけど、よかったねそれはね。うん、でもあれですね、ごめんなさいの連鎖ですねこれは。まあそうだよね、その感染した人にとってはなんか、そうで、しかもその人が治ってた後に僕たち2週間ぐらい、うん、残り10日間その人はもう速攻で治ってたんですけど、でもそっから10日間ぐらいその人は元気なのに、で外で歩いていいのに一緒にいた人たちは外で歩く2週間隔離っていう、そういやーほんとごめんなさいみたいな、申し訳なさはちょっとあるねそれは、かなり、うん、かなりあるね。いやー、へー、まあでも貴重な経験だよね。貴重な経験、うん、そうそう、周りでもいないもんなそんな、うん、まあでも言わないかもしれないですね、これ結構言いづらい。あー、まあそっか。うん、で実際にコロナになったその当人も多分本部を誰にも言ってないんじゃないかな、関わった人たちで、関わった人たちにはちゃんと伝えなきゃダメなので。はいはい、うん、あそう、いや面白いですよ、もうみんなまとめて PCR 検査受けに行って、うんうん、
その夏目さんと接触した人ってのはまた別なんですか？別。そっちは OK なの？うん、一旦。一旦、うん、一時接触ではないみたいな感じで。そう。はあはあ、いやでもね、これはもういろいろと苦しんでる方々が見るので全く笑えないですし、早くね、よくすることを祈るばかりですが、いやそうだね、病院の人たちあれやってんのすっげーな。だってめっちゃ適当に言うと毎日 2,300 人になってんでしょ。なんか400人近いみたいなもんね。あ、そうなんですね。もう最近ニュース見てないから知らないですけど、で東京で例えば 2,300 人だとして1人当たり10人ぐらい接触してたらもうね数千人になっちゃうもんね。でその病院の調整はやーべーだろうな。それ全部どっか病院にあてがって鼻ピューってやるわけでしょ。そうで、で2週間家に出ねっていうのもね。で途中ぐらいでお前本当に出てないか大丈夫かっていうのをやったりするんですけどそれ連絡来るんだちゃんと。うん、へえ。いやーでもすごい、本当に多分ね頑張ってる方々が後ろにすごい大勢いるんだなっていうのを感じて、なんかそうですね、うん、うん、なんだろう、こうやって一言っぽくのうのうと生きてるけどいきなり当事者意識が出てもう皆さんに感謝みたいな感じになりますね。うん、あ、そういうの多分一回やると一気に変わるだろうね、うん、意識が。僕まだ全然周りにもいないよなって、かかんだそうだよなみたいな思ってるけどさ、一回周りのほんと近い人は濃厚接触になって検査したら意識全然変わりそうだよ、ね、いやビビりますよ、本当にビビる。そうだよね、うん、そうそう。でしかもなった人が本当に味覚なくなったって言って。あ、そうなんだ。うん、で数ヶ月経ってもまだちょっとなんだろう、だんだんと復活し始めたみたいな感じらしいんで。うん、じゃああれか、毎日やっぱカレーとか食べてさ、うん、美味しいなっていうのを確認するのが大事ですからね。いやあのさ、うん、なんかスパイシーなもの食べた方がいいんじゃないの、はいはい、だって。あ、でもね、あの味わかるって意味では。あ、でもちょっと今何ふざけてんだろうと思ったんですけど、うん、実際に僕の知り合いのお友達が同じように濃厚接触者になってた時に、毎日ちゃんとご飯食べて、あ味あるとか、うん、なるべく酢の物とか食べて酸っぱいってやってたって言ってて。あ、はいはいはい、あ気になるんだよ、そうだよね、うん、なんかコーヒーとかってさ、うん、まずいコーヒー普通に味しないじゃん。だから分かんないけど、分かりやすいもの食べた方がいいかもしれないね、うんうん、朝とか、うん、酢の物いいね、確実に味分かるもんね。そうそう、いやーでもね、なんだろうな、このオペレーションの凄さ、うん、日本はこれは素晴らしくちゃんと郵送で届くし、うんうん、いきなり連絡来てで多分なんだろうな、あのポストイットとかでやってんのか、ちょっとパソコンでやってんのか分かんないですけど、はい夏目こいつはこうだこいつはこうだって進捗管理して、うんうん、これすごいな。それをだって2月とかからもうずっと休みなしやってるわけだもんね。すごい、ほんとすごい、大変なことだよね、うん、これ日本だとできるけど他の国でこのオペレーションでできねえんじゃないかなって思いました。アフリカとかだと、いや無理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 、絶対無理絶対無理ね、物流とかがないよ、でもあんまりね。そう、もう無理無理、うん、もう5回 PCR 検査受けさせられちゃう、もしくは絶対漏れるだってって会話するんでしょ。そういやほんとこれのオペレーションはできないですよ。そうなんだ、うん、いやでもすごい貴重な経験をしているね、いつの間にかね。ね、でしかもこう本当にかかっちゃった人がすごい辛かったっていうのを言ってたんで、うん、なのでね、そういう方々がいっぱいいるってことはちょっと大変だなっていう。いややっぱね、寒くなって乾燥してきたからちょっと気をつけたいですね。そうですね、いやほんとに、うがい手洗いとかをちゃんとね、うん、いやすごいこの番組はもともとコロナっていうの禁止だったけどがっつりしてるし、ね、もう今回ついにね、だってもうあの当事者だもん、と関わってしまった、ね、関わってしまったから。うん、そうそうそうか、そうか。でまだね、日本だと民度が高くて、民度が高いって言うと怒られちゃうんですけど、麻生さんみたいな、まあね、あの、うん、結構みんな言われた通りに外出るなよって言われて、はーいって言って出ないじゃないですか。文化的にそういう感じあるよね、うん、いや僕の知り合いの海外の人たちそれで出ちゃってたんで、そりゃ広まるわと思って。まあそうだよね、うん、あれだよね、言われたことを律儀にやるよね、うん、なんだかんだね。そうで、僕は結構ふざけがちですけど、そういうのは絶対ダメだなと思ってそこはダメだなって思ったんだ。もういやだってこれでよかったわ、これでなんだろう、広げちゃったら本当に大変なことになるんで。まあでも自分の身近な人がこの2週間隔離されちゃうとやっぱ辛いよね、うん、とても、うん、だからもうその日にあったご飯の予定とか、その1週間にある人と会う予定全部、すいませんちょっとあの僕コロスケでそうなりよみたいな、はいはいはいベンゾーさんごめんなさいみたいな、そうなりよみたいなのずっとやってました。そうだよね、しかもこれがさ、また12月とか年末年始とかって結構イベントごとも多いから、うん、その時に隔離ってのは大変だからさ。そうですね、気をつけたいですね、うん、ぜひこれを聞いてる皆さんはね、この今一度意識を改めていただいて、ワンチームみんなで急に嘘くさくなるな